チャオ、あっちゃんです。今日10月の3日、エバーグリーントロバコイチが気になって行ってきてんけどもね、なんだかんだとちょっと遅くなっちゃって、まあいろいろ寄ってきたもんねんけどもね、で結局帰ってきてね、1時前です。12時何分だ、40分50分50分ぐらいか。はい、買ってきたもの紹介していきたいと思います。まずね、エバーグリーントロバコイチで買ったもの、これいろいろなお魚が入ってます。これちょっとね、後でまた紹介します。とりあえずこれ置いときます。それと、エバーグリーンで買ってきたの、結構ね、冷え物買ってきてんけど、というわけで、油もね、牛脂も出てんけど、ちくわ、ね、豚のね、ヒレブロック、ヘレって書いてある。ヘレブロックで。ヒレブロック。で、トンカツ用の豚がね、ローストンカツ用が、これなんぼ ?99 円祭りやっとって、331グラムと269グラム、約600グラムぐらい。これ、2枚入りと3枚入り買ってきたね。はい、これはね、またトンカツじゃなく、塩焼き。この前美味しかったらしい。あれがまた食べたいけど。で、豚の細切れ。これも99円末でやってんけど、これお弁当用やと思う、多分。で、鶏肉。鍋になるか、唐揚げになるか、まあその時の気分。ミルク。で、鶏ミンチ。と、ハムと生ハム。それとね、桃のブロック、牛桃ブロック。ローストビーフしようかなと思って。これもね、これ138円コーナーで、474グラムはね、ローストビーフしようかなと思って。で、これ99円コーナーのハンバーグ用の、ミンチ。餃子にしようかハンバーグにしようか迷ってるところです。おそらく餃子になるでしょう。はい。まあこういうところが今日買ってきたもの。賞味期限が5日。ミンチは4日。豚さんも5日、まあ、このあたり5日、はい、ミンチだけちょっと足が早い4日やね。裏の冷蔵庫入れておきましょう。裏の冷蔵庫入れておきます。で、あとエバーグリーンで買ってきたもんね。今日はだからパンがなかったんでね、超熟買ってきた。今日もうち超熟もなかったん、朝から光るんね、食べて出て行ったらね、ちょうどいなくなったから、あっちゃんちょうどなかったし、出て行くし、もういいわ思ってマクドで食べてんだよね。はい、それとね、舞茸、これ138円で、ニラがね77円やから2束買った。まあ餃子しようかなと思ってね。なんかよく分からへん、ピザみたいなの、これ68円だ、お菓子で、大玉、これはショコラだって。ショコラとチョコレートはフランス語と英語の違いですっていうやつね。量が食べたいとか買ってきたりとか。落ちた。で、88円のしめじ。で、77円のキャベツ。99円のレタス。で、50円のシソッパ。リンゴのカルピス。と、熟トマト。以上。買っていきました。またね、ちょっと、お野菜コーナーちょっと入れましょう。紹介終わったんで戻してきます。これで、さばきましょう。ほんでから、ドンキで買ったもの。ドンキで買った、味切り包丁。これ2500円。5000円の半額やったもん。あ、違う違う。5000円で書いたのに、5000円で書いたのに値段がね、5500円に上がっとったみたいで、5750円かな。なんか、2750円かなんかで買ったの、これ。味切り包丁。値段か5000円で買ったのに、値上がりしましたで、定価が5500円で買ったって。まあ、ええわと思って。で、焦がしキャラメルラテ。これがね、ドンキで買ったもの、もう一つあったんです。どこだっけかな。これ
ドンキで買った、バター。バターがね、なんかね、2箱買ってきてんけど、380円ぐらいで、めったに最近バターね、塩入りのバター売ってないね。あんま見つけたから買ってきてんけど、モッツァレラのチーズと、とろけるスライスチーズと、で餃子の皮50枚入り、これが1パックしかなかった。で、これ130円かなんか言ってんけども、これがね、88円やったね。これ25枚やから、全部で100枚。今回、餃子100個進みます。で、これね、コストコで売ってるプリン、700円ぐらいするんだけど、賞味期限が明日で切れんねん。だから、200円買ってきました。今日食べます。はい、で、100均で買ったもの。食器拭き用の布巾。で、まな板の下に引いとったキッチンのね、シリコンマット。これがね、破れてもうダメだから捨ててなかったからずっと布巾引いとってんけど、布巾どうもね、匂いが移るから、シリコン買ってきたの。ね、タッパーのね、このサイズのタッパーはね、必要なと思ってね、いろんなもん入れんのに、まだ買ってきた。蓋すぐなくすんよな、あっちゃん。でね、今日、ジョージアのグラス割ったから、割れたから、それぐらいのグラス1個買ってきたの。ビール用のね、ビール用のやつもこの前手突っ込んで割ったから、ビール用のグラスと、で、朝からカフェオレのグラスを買った。100均です、これは。いつもね、こうやって重ねるから割れるんやと思うねんけどね。でもグラス重ねるとお金に邪魔になるし、ね。で、あとね、綿棒がいいのなかったん。いつも匠のやつやっぱりダイソーやったんかな。まあ、このピンクの綿棒可愛いから買ってきた。スキーズボトル。これ、量が修学旅行行くのにいるかなって、こうって。以上、100均で買ったものです。あとね、島村で買ったものなんで、またお部屋で紹介します。ということでね、またこの動画の後ろに繋ぎますね。まだ一瞬撮ってね。はい。ということです。はい、トルバコイチをね、買ってきたやつをね、紹介するのに、各魚どんな入ってるか、シンクの方に移動するんで、シンク行きましょう。レッツシンク。あ、間違えた。レッツシンク。はい、トロバコイチで買ってきたもの。ツバス。ちょっと大きめのツバス。で、アジ。で、トビウオ。でね、タチウオが1、2、3尾。以上、1,2,3,4,5,6,7 尾入って500円。トロ箱の中にドンと入って、トロ箱持って帰ってって感じでね、トロ箱中はその中の袋に入れて持って帰って、これで持って帰ってきました。で、これ計算からいくとね、1,2,3,4,5,6,7 尾で500円。7,56,7,7,49。だいたい1尾、70円です。はい。安いでしょ？だいたいこれだけでも、これ1尾でもね、だいたい1級とか、まあちょっと細いちっちゃいけど、まあ1級から2級ぐらいです。2級1000円かな？まあ1級ぐらい。ね。で、トビウオ200円ぐらいするよね。だいたい1尾ね。300円でしょ？で、これ2尾で1級ぐらいでしょ？ツバス自体これで3級、2級3級ぐらいするでしょ？これで500円。しかも、今日市場で持って帰ってきたやつやから、奈良の市場やと思うねん。今日朝から入ったやつやから。和歌山の市場、泉佐野やったら、昼から4時ぐらいに持ってきてはんから、朝の市場で帰ってきて、帰ってきたやつやから、多分奈良の市場やと思うねん。で、奈良の市場に来るってことは昨日上がったやつやから、1日ね、やっぱちょっと鮮度自体は悪くはない。普通にお店に売ってて、お刺身でいいよっていうお魚らしいのにね。はい。それが、この箱でこの値段です。お刺身でいけるんでね、ぜひぜひ行きたいと思います。はいはい。あとね、島村で買った、お洋服とかいろいろ紹介するんで、お部屋に移動します。では、お部屋に移動。はい。お部屋に移動したあっちゃんです。今日ね、買ってきた、島村で買ってきたもの、紹介していきたいと思います。島村で買ってきたものね。まずね、ヒカルンのシャツ。まだちょっとね、夏の、ファイバードライっていうやつ。もうちょっと暑いし、で、これが欲しい。これがね、なかなか良かったけどね。2着で980円するから300円になってた。買ってきました。で、量も同じの。中学校はね、色いいから、ちょっとグレーのやつ買って。
ここは白しかあかんから白。これもね、300円になったね。買ってきたの。あと、パンツ。光るのは、ボクサーブリーフ。ビッカーズの2枚組、980円。量のは、ケイパーの、トランクス、780円、2枚組。あっちゃんも、パンツ、3枚組、710円。780円で込み。それと、こちら紫のブラッドパンツのセット、これがね 1000いくらやったの、1980円やったけど3割引きやから1300円ぐらいかな。うん、それとね、恥ずかしけどね、紹介します。あとワンピ、七分袖の、七分袖のこんなワンピ、これは1900円が900円になってたの。これ、ハサミ、これね、こんな感じ。はい、こんな感じのワンピです。はい。これね、七分丈、七分丈じゃ七分袖で、ちょっとね、今ぐらいのコーデにいいかなと思って買ってみました。はい。で、もう一着ね、冬コーデ。秋冬。これはね、ちょっと、もうちょっとね、生地がないの、ネルみたいな生地で、これはね、まだこれからのシーズンなので値下がりしてなかった。1900円。はい。ね、これはね、こんな感じです。こんな感じのコーデです。ちょっともうね、秋っぽいね。冬にさ、ちょっと生地が薄いから、でもまあまあ、いい感じ。もう今やったらまだ暑いぐらい。うん。着心地はいいよ。だからこれでお出かけします。お出かけ用のね、お洋服で。もう冬用持ってなかったから、秋冬とかあんま持ってないからね。これ買ってみました。はい、それとね、こういう着にちょっとネタ系。ネタ系でね、はい、YouTuber の寿司ラーメンりくくんの T シャツが、980円の T シャツがね、100円になってた。つかりね、サイズ160です。子供サイズです。子供服です。はい、160なんでね、まあね、こんな感じ。これも部屋着とかにね、100円やし、部屋着にいいかなと思って。ちょっとパジャマ代わりとかね、部屋で着るのにいいかなと思って、はい、かわいいでしょ、寿司ラーメンりくくんね。うち子供が好きでね、よう見てんねん、この寿司ラーくんのね。はいはい、160サイズがね、普通に着れるあっちゃんでした。はい、まあこういうね、ネタにいいかなと思って買ってみました。はい、ということでね、ただいまの時間、ね、何をやってんだかって感じのね、あっちゃいないけどね、今、10月4日金曜日午前2時34分です。はい、ということでね、お風呂も入ったし、パジャマに着替えたしってことで、あっちゃん今日はあともうちょっとだけパソコン作業して寝ます。おそらく3時には寝れるでしょう。はい。今外がすごい豪雨。豪雨、すごい豪雨で雷が鳴って、今ね、お茶碗とか、お弁当箱とかいろいろ洗って、お米といて、明日の準備してんけどね、ブリーチかけてね、まな板とか、そして、ゴロゴロ、ドーンっていうね、怖い音聞きながら、終わって、
ようやく部屋もね、あと1本だけ動画作ったら寝ますということで、おやすみなさい。おやすみなさい。この動画があるのはね、昼間1時とかに上がると思うんだけどね。買い物紹介でした。今日のあっちゃんの買い物紹介、駆け足で紹介したけどね、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。また何か買ってきたら紹介します。おやすみ。あっちゃんはね、みんなはお昼頑張ってね。